皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、ステッピングモーターの駆動回路を作ります。12V 電源のユニポーラ型ステッピングモーターを。基本的な2層0時で駆動する回路を作ります。回路は、標準ロジック 74HC シリーズの IC2 個で手作りし、マイコンは利用しません。シュミットトリガーインバーター 74HC14 で視聴発信回路と、一発ずつマニュアルでパルスを入力する回路を作ります。得られたパルスを、D フリップフロップ 74HC74 による90度位相4分集回路で分集し、2層0時の波形を生成します。回路の詳細は関連動画を参照してください。今回使用するステッピングモーターは 12V で 0.6A の電流が必要なので、ダーリントン接続のパワートランジスタで駆動します。今、どのコイルに通電しているかを導線の色と合わせた LED で表示します。なお、この回路は次回投稿予定の、ステッピングモーターを分解して仕組みを調べてみた括弧課題で使用するために作ったものです。ステッピングモーターの最大の特徴は、フィードバックなしに加えたパルス数だけ正確に回ることですが、この回路は1ステップずつ動かすか、ぐるぐる回す以外の機能はありません。ブレッドボードに組んでいきます。まずは、5V 系電源と LED。そして、シュミットトリガーインバーター 74HC14 の視聴発信回路。マニュアルパルス入力のための、チャタリング対策回路。LED をつけました。視聴発信回路の出力をクリスタルイヤホンでチェック。分解して内部観察には周波数が高すぎたので、後で電解コンデンサーを10倍から40倍に増やしました。74HC14 には、シュミットトリガーインバーターが6個入っているので、使わないゲートは入力をクランプしておきます。次に D フリップフロップ 74HC74 で90度位相4分集回路の作成。74HC74 には D フリップフロップが2つ入っているので IC1 個で済みます。4色の LED で通電中のコイルを表示させます。視聴発信回路の出力。4分集されたパルス。さっきの2オクターブ下がっているはずですが、絶対音感はないのでわかりません。
お城で見てみます。矢印の色はお城の波形の色です。波形の水色は、市長発信回路の RC10 放電波形。次に、市長発信回路の出力波形。お城の黄色は、4分周された波形で、赤の LED 点灯、つまりコイル A に通電時。お城の波形は木と水色しかないので、紛らわしいですが色を合わせることはできませんでした。お城の黄色が A で、水色の B は90度遅れています。お城の黄色が B バー、水色が B。同様に、A と A バー。整理しましょう。2層0時は、波形のようにコイルに通電します。A、B に通電。B、A バーに通電。A バー、B バーに通電。B バー、A に通電。一周して A、B に戻る。ややこしいですが、A と B の位相が90度ずれていて、A は A 同士、B は B 同士繋ぐことさえ間違えなければ、逆接続でも回ります。最後に、パワートランジスタブを作ります。12V 電源なので、ブレッドボードを別にしました。保護ダイオード。声優用ダイオードなら何でも構いません。できました。動かしてみましょう。12V 電源。5V 電源。動きました。周波数を上げすぎると脱臼します。市長発信回路の RC に 2.2 マイクロファラットのコンデンサーを付け足しました。パワートランジスタは熱くありませんが、ステッピングモーターはかなり熱いです。マニュアル入力につなぎ替えます。
パルスで1ステップ動きます。このステッピングモーターは200パルスで1周なので1ステップ 1.8 度です。逆回転にしてみましょう。赤の A と緑の A バーを交換します。さっきは反時計回りでしたが、時計回りになりました。実のところ作ってみるまでどっちに回るかわかりませんでした。1ステップの角度を確かめてみます。1周200ステップなので、50ステップで90度のはずです。やってみましょう。OK でした。さて、今回はここまでです。次回、このハイブリッド型ステッピングモーターを分解して仕組みを調べます。ぜひ、次回もご覧ください。